こんにちは、プロボウラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日はね、11月の27日、三重県のサンボールさんで行われます三重県ボウリング場協会主催のね、ペプシ杯三重県トリオ選手権という大会があります。そのメンテナンスパターンが届きましたので、ちょっと投げてみたいなと思います。オイル量がですね 32.2mm、42フィートでファイヤーアイスって書いてあるんで、まあまあ早いんじゃないかなという感じなんですけど、まあ、被災ボールはねオイルが、プロデジーなのでちょっとレーンは違うと思います。下地はね確かサンボールさんもアンビレーン、被災もアンビレーンなんで同じような感じの下地だと思うんですけども、まあ、今日はね参考程度に、32mm のオイルを、レーンコンディションはね6対1ぐらいなんでまあそんなに難しくはないと思うんですけども、参考になればなと思って1ゲーム投げてみたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きます。まず 32mm オイルあるということで、基本まずソリッド行ってみましょう。バイトパニック、それなりに進むはずのバイトパニック。うわ、足が、おお、ちょっと詰まりましたね、足ね。でもふわーっと返ってきた感じですか、今の感じやったらね。段差が外にあるので基本これはベースは絶対外なんですけど、僕はおさらいしとこう。そうですね、7から6にかけての段差がきついし、5から4にかけても若干こう山になっているので、まあ、見えない程度の山ですね、外はね。でもエッジはこれ多分落ちないと思うんで、よいしょ。まあ、でもやっぱり7、8ぐらいのところの段差を使ってる方が賢いかな。この辺使った方が、うわー滑るね。やっぱり32ミリですな。もうちょっと今開き気味というか緩んで出てったので、ちょっとあれですね、痛めにもっと反った方がいい感じですね。天秤は絶対32ミリもオイルがあったら曲がらんはず。これちょっと中ミスなんですけど、うわ上がった、取れたのにな、かなり直進してってくれるのでいい感じだと思います。よいしょ、はい、少し右に寄って痛めまっすぐになるように、体でコンディション映ってなかったらごめんなさい。ちょっとまっすぐ攻めてみたけど、まだ早いか。もっとオイルに強い球持ててもいいかもですね。あれ NRG プロなんで、僕みたいな直線型ボーラーなら NRG のもっと上の方の NRG 持ってても良さそうですね。うわ危ない、はい、はい、ギリセーフ。ちょっと参考程度に、よいしょ。マーベルマックスインパクトのピンダウン、これはね多分いらん。ネックスソリッドはのダウンはいらんと思う。転がらんのよね、やっぱピンダウンにするとね。あ、案外ええかも。落ち着くね、ピンダウンは落ち着くね。いやあそこでねボヨンって折れてこないっていうのは一つの今プラス要素でしたね。表面仕上げはこれ1500番です。1500番のサンディング結構使える感じ。これちょっと中いったけど、やっぱ緩いな、緩すぎる。倒れてくれましたけどね。
ぶつかるかな。ぶつけに行ってみたよ。やっぱ折れるよね。さすがに折れるよね。はい、攻めどころはあの辺なんです。もちろんあの辺なんですけど、これボーラー属性によって全然変わってくるね、攻め方ね。やっぱ僕ならピンアップのさっきのバイトパニックでピン、天ピン絡みそうなとこ投げるかな。とりあえずスペアしてから考えましょう。危なっ。よし、さあもう後半戦なんでちょっと寄ってまっすぐ投げてみようかな。よし、もう一回バイトパニックに戻します。5枚通らんようにね。7まっすぐとかのイメージかな。天秤倒れるかな。あ、ちょっと出てもた。うわー、ちょっとオイル伸びてきた気がするな。練習投球を5分だけさせてもらったんですけど、今日はねより良いものを取りたいなと思って、その5分と今の7フレでちょっとオイル伸びてきたかな。あとは今のところね、一回刺さったからゆっくり投げる勇気がなくて、ゆっくり投げて刺さったらどうしようと思って手が勝手にペッて投げてしまうんでね、ちょっと軽く投げれるようにしないと。まだ球速いぐらいなんですけど、今のところは理想かな、僕の中では。ソリッドやからね、ちょっと切れ感は感じなかったですけど、一回ハイブリッド投げてみましょうかね。ツアープレイ6投げてみましょう。曲がってくれるかな、滑りっぱな気がするけどな。僕の中で今パールっていう選択肢がないんですよね、僕の回転数ではね。どう？ほら、ペシャってるよ。ゆるい。いやー、どうなんでしょう。ストライクにはどれでもなるぐらいの幅のあるレーンなんですけどね。やっぱバイトパニックの方がいいかな。別になのですが悪いわけじゃないですからね、ボールね。適材適所っていう言葉がありますからね。よし、5枚と6枚の段差ギリギリのところ、ボールが出ないように投げれるかな。これぐらいか。これどう？ああ、あれやな、やっぱりコア強いソリッドの方がいいかもね。よし、ピンダウン。あー、ダメ、ピンダウンいらん。全然倒れる気がせん。はい、というわけで今日のレーンだったらバイトの方が良かったかなって思います。はい、スペア行きます。はい、というわけで今日のスコア226です。まあそうですね、やっぱりね、まあこう表出してますけども、345のところにちょっとうっすら壁があるんでね、その辺を被災ならば攻めた方がピンは絡みそうな気がしました。32ミリオイルあるんで、普通にポケット当てるだけでは天ピン巻くんですよね。だからしっかりボールを板にかましてポケット当てるというのが一つのポイントになってくる。多分天ピンの温床になっちゃいます、それが滑ってるとね。はい、ということでしっかりボールを転がす工夫をしていただきたいと思います。
はい、というわけで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。